うし、ほら見てください、わかります？もうピンピンにしてみて一回。ああ。うわあ、マジでわかんない。本当の誤差だと思うんですよ。でもこれは多分こうなってるからだと思う。あれじゃない、このさ曲がり具合一緒。そうなんですよ。ここがストレートだったら多分ね。同じ長さな。うん。でも気になるよね。自分が気になるってなったら気になるよね。そう。わかるー。か。わかるー。え？うわあ！急。皆さん、ね、こんばんは。違うやつ出てきた。うわ、スバルがさっき言った言葉じゃないですか。皆さん今日は何の日か知ってますか？今日何の日か知ってるかな？皆さん今日何の日か知ってますか？何の日か知ってますか？言わないでください。いいよ。ちょっとスバルが答え言うんで。うん。おいいぞ。今日は正解続出。ああ。部屋が黄色いだって。まあそれはちょっと否めないよね。否めない。辛いけど否めない。否めないよね。みんな何の日だと思いますか？何の日だと思いますか？今日何の日か知ってます？言わないでください。うん、絶対に言わない。何があっても言わない。今日みんな何の日か知ってる？答えて。まだちょっとこんばんはの人が多いですこんばんは、こんばんは。え、どういうこと？ほら、こうやったら気にならないんだよ。ずっと押さえとけば。確かにもうずっと押さえときいいや。みんな何の日か知ってます？こっちは正解者続出してる、ね、こっちはなんかふざけてる。いや、ちょっとあんまわかんないです大喜利してる。大喜利じゃあ言いますね、正解、うん、正解はビスケットの日です。そうなんですよ今日はなんとビスケットの日です。なんとビスケットの日なんですよね。そうですよ、今日ビスケットの日なんですよ。皆さん知ってました、ね、うん、知ってた？ビスケットの日なの今日。うん、夕方ぐらいに気づいた。今日はビスケットの日ですそうなんですよね、ビスケットの日なんですよね。あんまり知られてない方がね、ちょっと多いかもしれないですけど。そう、今日はビスケットの日です。そうなんですよね、皆さんビスケットの日でございます。ありがとうございます。ビスケットの日です。いいよ、鼻かげ。よび、はい、花粉症。はい、花粉症。はい、花粉症。うん、でもここが感じる。確かに黄色いんだけど、なんでゆずさんのそんな黄色い、ね、なんでこんな黄色いのかな。お、でもなんか曇りなくなったの。なった？ちょっと治った？え、めっちゃ白くなってんじゃん。え、そんだけで？こんだけでなる？え、あれ？え、なんで？指紋が黄色かった。指紋黄色かった？赤。え？泣いた。ピエン。泣いたんだけど。ピエン。治ったんだけど。何？そうです。なんだ？今日はビスケットの日です。黄砂かな。でもめっちゃ綺麗になったと思いますか。綺麗になった。やっぱうちらの指紋がの赤がすごかったよっていう、うん、悲しいね。悲しい。まさかそうだと思わなかった。めちゃくちゃ綺麗にしてるはずなのに。そうなんだよね。なんでかな。拭いただけで。いつも掃除してね。間違いない。掃除します。ショールームって不思議だよね。確かに優しい不思議だよね。不思議。でもこんな色変わるんですね。もっとビスケットの日か、スッキリしたのでご飯買ってくるだって。気をつけて行ってきてね。ビスケット買ってくるんだよ。うん、本当にスバルが好きな串持ってるのかな。そうです、持ってるのかな。ハゼルの。いや、すごくない？2人もさ、綺麗になったねって言ってくれてるよ。そうなんですよ。すいません、すいません、本当にすいません。そうなんですよ。綺麗になった。はい、綺麗になったんですよ。すいません、本当に。ごめんなさい、赤越しの配信ってやめてもろて。いや、赤、私たちも今、赤抜けたんだね、今。赤抜けたよね、そう、今赤抜けたよね。今、赤抜けたんで、うん。そう、赤抜けたんで、すいませんけど、本当に。でも、マジでさっき昔の写真見返してたら、超二人とも赤抜けたなと思いました。ね。なんかさ、髪の毛の長さって大事だね。大事ですね。あと、セットの仕方。確かに。マジで大事だよね。本当に思う。マジで思う。
テレテン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 、最近そのパークよく来てるね。これいつももらったんだ。そう、ファンの人からいただきます。そう、なんかいつもね、お揃いで送ってくださる方がいて。そうなんです、ありがたい。そうそう、なんかゆずきもこれ持ってる。え、なんか、え、めちゃくちゃすごい気になることがあって、うん、多分そのファンの人見てるか分かんないんですけど、うん、なんかこの前劇場行った時に、うん、トップスが色違いで、うん、スカートもチェックは一緒で、うん、まあ冬っぽい感じのスカートが来たんですよ、はいはいはい、これって、うん、誰かと双子コーデしてね、してみたいなみたいな感じで送られてきたのか、うん、まえちゃんが好きなように着ていいよ、うん、っていう意味なのか。あー、なるほどね。手紙見て、うん、え、でもそれはもうマヤ次第じゃない、受け取った人によるからさ。え、その人はいつもくださる人？なんかプレゼントとかもくださるんですけど、うん、なんかお誕生日おめでとうみたいな、うん、遅れたよみたいな、うんうん、だプレゼントのことについては何も触れてなくてうんうん、うん、え、この人からのプレゼントじゃないのかなと思って。あれ？でもその洋服にそのプレゼントの 、うん、手紙がついてたんですよ。はい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 。でもあれあれプレゼントについて触れてないから、うん、でもしっかりテープで貼ってあるしと思って、うん、まあ間違いではないんだからね、送り主はね合ってると思うけど、うん、え、これはどっちできたらいいんだろうって思っちゃってでもそれはもうもらった受け取った人次第だと思うよ。でも菅原的に、あ、多分これは双子コーデなんだろうなって。あ、うんうんうん。でも、多分その人の中では、うん、この子と多分双子コーデしてほしいみたいな。わかります？じゃ誰か書いてくれ。誰なの？誰か書いてくれ。誰なの？ね、教えてほしいね。教えてほしいんですよ、うん。届いてるんだね。届いてますよ。お手紙もちゃんと届いてる。そう、でもなんかファンの人が言ってたけど、あれでした。うん、なんか、その日に公演来て、うん、出すのは受け付けないみたいな。あ、そうなんだ。郵送じゃないと、そういうことだ。え、デジキね、この間ね、韓国のファンの女の子から届いたやつも、うん、なんか今遅れてるからいつ届くか分かんないけどみたいな、うん、お手紙に書いてあって、それが多分ちょっと本当にちょっと前だったと思うの、うん、で届いたのが前回行った時の子だから、うん、多分だいぶ時差っていうのはあるんだなって思った。本当にすぐはダメなんだね。郵送だけらしいです。郵送だけなんだね。 U パックで、 U パックとレターパック。あ、そうなんだ。だから直で持ってきてもなんか、なんか見てないのかな、この分かんのか。なるほどね。どっち、双子をコーデしてほしいよっていう意味で送ってきたんですかね。かでも結構数ヶ月レベルのものとかありますよね。あるあるある、全然ある。なんかお手紙の内容読んでても、あ、めっちゃ前だ。え、ね、なる。まだ年賀状届いたしね、わかる。めちゃくちゃわかる。あ、明けおめごとやろうって思いながら見てたけど、もうすぐ3月になりますよ。それだってなるよね。そうって言ってた。うーん、めちゃくちゃ半年とか空いてないけど、そこまでは空いてないね。 1、2ヶ月とか空いちゃう、うん、ある。それは全然って感じのもあるし、めっちゃ早いものは早かったりする。うん、うん、確かに。なんかものによる、どうなんだろうね。なんかチェックする人によるのかな、ね、思いました。持って行ってもダメなのらしい。でも誰もその双子コーデくれた人の意図が知りたいわね。誰となのか、どういう風なのかな、ちょっと一回ね。な、春に夏服 とかで、あ、なるほどね。ちょうどいいよってことね。そのパーカー昔から着てるからね、だって。私？これ？私の話？かな。いや、今年しか着てないっす。よな。どのパーカーや？わかんない。届いた時の話題の時期にずれてそうだなってたまに思う。ちょっとあるんだよね。それはちょっとある。あ、ね、うん、まあ、仕方ないですよ、ね。うん、しゃあなしやな。不安ってきた。いや、不安な。いや、届いてると思うよ。ただいつかはちょっとね、分からん。人によるマジで、うん、いつ出していつ届くのかは分からん、うん、って思う。じゃあ誰と着ようかな。なんかそれが合いそうな人でいいんじゃない、その洋服が。でもなんか久々に、うん、スカートが来たんですよ。あ、なるほどね。珍しくチェックの、うんうん、T
結構チェックのスカートって自分の中で若いイメージなんですよ。え、わかんない、どういうチェックかによるわ。あ、どういうチェックかだな。あ、でもそこはゆずきじゃないのって思うじゃないですか。でもゆずさんと菅原ゆずさんの格好が好きなんですよ。はあ、ゆずさんの私服が好きだから、多分もしその2人がコーデをするってなったら、うん、色味が絶対に一緒になるんですよ。あ、なるほどね。ゆずさんが着たいと思う服と菅原が着たいと思う服が、うん、だからゆずさんとは同じ服だったらできるんですよ。あ、色違いだからね。そう、なんかグレーとブラウンだったんですよ。うん、あ、なるほどね。グレーだよね。なんかゆずさんじゃないんだろうなって思ったんですよ。グレーだよね。見て、あ、もしこれを双子コーデにするなら、うん、あ、これ、まあ、ゆずさんではない。これはブラウンが合う人ってなるよね。ブラウンなんだけど、うんうんうん、なんかそのスカートも、うん、かわいい系？ちょっとかわいい。あ、はい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 、なんか丈が長、めちゃくちゃ長いわけじゃない。あ、はい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 、膝丈よりもちょっと長いよとかね。あ、なるほどね。あ、これは確実にゆずさんではないと思って。で、これとかは同じだもんね。そう、これとかは一緒だったよね。前も一緒だったよね。そう、前もらったやつも色一緒だったから、そう、あ、着れるってなったよね。確かにそれはあるよね。それがある。マイヤン考えすぎ説。考えすぎなのかな。まあでも なんだろうね、考えるよね。考えるのかも。そういうゲームなのかな。どういう今もしかしてそれゲームしてる。もしゲームするゲームしてる。もしかしてすがる AI の世界にというかもしれない。こんにちは。難しさ。あ、ね、すがる、この人なんだけどな、プレゼント送った人。え、この人なら言ってよ。多分この人なんですよ。どっち、この人。え、教えてよ。だから教えてよ、どういうつもり、うん、多分どういうつもり。この人のはずなんですよ。すがるのお手紙にこの人の名前が書いてあったんです、うん、あれ、あなたらしいよ。あなたじゃないの。私の手紙、その洋服にはこの人の名前が書いてあったのに。あれ、あれ違うの。一回教えてあげて。この人じゃないのかな。え、え、もう一回見てみよう。あれ、すごい名前覚えるの本当にダメだから。でもこの人だと思うんだけどな。うん、でも難しさって言ってるんだったらさ、違う人かも。うーん、名前が似てる人かもしれない。まあいるよね。うん、うん、勘違いしちゃったかも。もう一回お持ち帰って手紙を見返しますわ。もう一回見てみよう。うん、もう一回見返しますわ。うん、ないよね。な、あ、違うか。え、違う。やばい、髪の長さバカ違うんだけど。でももっとキュルンってやったらキュルンじゃない。うん、あ、え、こんなに違うことある。でも、でも後ろにしたら一緒ですよね。後ろにしたら一緒。うん、一緒だから。キュルン、キュルン、キュルン違いだよ。あ、俺です。ん、え、ちょっとこの人わかんないんだけど。見て見て、えだと思ってたんだけどな。すごい、じゃあその人じゃないのかも。勘違いだったのかも。え、何、自分の頭で考える系もしかして。うん、え、難しい難しい。ゆずきには双子コーデプレゼントないのかな。ないかも。でもゆずきに届くプレゼントはみんなマジでセンスが良すぎて毎回ビビる。本当にサワラのみんなのセンスの良さにマジ。サワラのファンの人もセンスよく丸かんでたね。手紙入れ替わってる説、ね、たまーにある。あります。たまーにあるよね。違うメンバーのも入ってるし、間違えて読んじゃったもん、ごめんみたいな。読んで、あ、これ菅原の手紙じゃないみたいな、うん、え、やっぱ左長いかな、あ、右だった。え、いや、ちょっと待って、ちょっと待ってね、ちょっと待ってよ。うわ、外羽が邪魔する。外羽が邪魔する。え、こっちがもしかして長い。うん、こっち。あれ、こっちが長く見える。てか、ストレートにすれば気にならないと。うん、めっちゃさっき美容院で撮ってもらった髪めちゃくちゃまっすぐだったの。じゃあまっすぐじゃね？勘違いだよ。じゃあいっか。なんだよ。じゃあいっか。
だから送れない。え、別に何の基準でゆずきがさセンスをいいって言ってるか分からんわけじゃん。ゆずきの基準でセンスがいいだからさ、別にね、うん、てかみんな基本何でもいいです、うん、お手紙嬉しいもん。だよね、お手紙送って。そんな稀にないですけどね、うん、手紙が毎回毎回なわけはないけど、わけじゃないけど、すんごいたまにじゃない。そう、ほんとたまに重なってるとかね。そう、重なってて、あ、気づかなかったんだろうなみたいな、うん、のはあるよな。うん、自分の推しが他のメンバーにプレゼントを送ってるのとか目撃したことある？ない。自分の推しが、自分の推し、まあ、多分自分この人が違う人に送ってるのを見たことあるみたいな感じなんじゃない？そんなさ、毎回みんなさ、誰誰から来たとか言わんよね別に名前言わないですよね。うん、だからそれは分かんないかも、うん、手紙にプレゼントの内容書いてくれたら嬉しいです。まあ、確かにね、それはもう手紙一人で読む、え、一人で読むよな、それは。逆に誰手紙の内容共有しないよね。誰と共有、送ってくれた人と自分との共有できるさ、やつなのに誰と共有せんわ。見てみて、読もう明けおめってさ、とか言わないよね今日の公演来てたってよおもろい。ゆうきに送った手紙プレゼント、あ、届いた、ありがとう。リビングにいるよ、うん、ありがとう。共有はせんよな、やばい。で、今か次の公演出たら共有してみる。共有してみる、まあ、すいません、うん、なんか共有したいんで、お互いに共有しませんか。ちょっと内容いいですか、2歳ってしてもらってよくないそれ、おもろい。さっきゆずきちゃん CM 見たよ。あ、ありがとうってことは、ボルト見てくれたってことだな。ゆずごんの、ゆずごんの CM を見てくれたんだな。ありがとうございます。あの顔バブちゃんだって。ええー、あれ、うん、髪の毛長いからでしょ多分って思う。なんかバブちゃんだった。ぷいか、ちょっとそれわかんない。字が汚すぎて読めない説、いや意外と読めるもんだよね、うん、本当に全然読める。字普通に綺麗ですよね、思った、それ思う。今日誕生日です、おめでとう。おめでとう。陽キャギャルノリでさらされる。いや、全然陽キャじゃないんで。私も陰キャじゃない。陰キャじゃないんで。あ、陰キャ。陰キャじゃないんで。陽キャじゃない。だからマジ考え事すると全部ネガティブな方向に持っていっちゃうから。うん。まあ、今日も。なんだっけ。あの、チッサのやつ。ああ思ったそれ本人に言うって思ったもん。どっちなんですかと思って、普通に、うん。本人に言うことかよって思ったもん。いや、普通に聞いてて。うん。え、ほんとスバルがネガティブすぎて、で頑張るって意味でみたいな、うん、いや、それはだろうなって思ってたけど、うん、なんかすごい今の状況に、うん、みたいな、わかります。そんな風にする人だと思う？思わないでしょ。うん、しないけど、スバルがネガティブだから、うん、家にネガティブじゃないよそれは。こう考えちゃう、うん、変な方向に考えちゃう、うん、変な方向だったよ。そうそれは変な方向だと思う。考えすぎちゃって、なんか浅く考えればいいのに、深いところまで考えすぎちゃって、あれ、でもそんな人じゃないよねみたいな、うん、でもあれ、でもあれだよね、菅原ってちゃんと事実確認したいタイプの人だよね。そうなんですよ、事実確認したい人なんですよね。本当に思う、なんか不安になっちゃうね。あって、なんか自分で流せないタイプだよね。そう、解釈違いだったら、うん、ね、やばいってなっちゃう。確かにそれよく思うわ。なんか過ごしてて思うあ、この人はこういうタイプだ。え、多分心配性なんだと思う。あ、そうなんだよね。自分が変に勘違いしてこれじゃなかった時が、うん、嫌だからめっちゃ確認しちゃう。ピュピュピュ。水玉？ん？ちょっと。突然何これ？わかんない。この前も言った。え、この前も言ったの？この前も言ったの？これ何かなと思った。だけどちょっとあんまりわからないから、びっくりしてる今日。えってなった今。でも前回も言いましたよ。ほんと？うん。でも触れません、私は。触れなくていいんじゃない？こんばんは、こんばんは。会話は大事だね、間違いない。会話は大事だね、うん。会話しないと。そう、ゆうきは会話しないからな。ちょっとそうそうしゃべろう。でもありません、なんかさ、全然さ、このやるときはめっちゃ気分下がってたみたいな、
今思い返してみたらその、うん、あれをやった時が、うん、めっちゃ気分あれだったんですよ。ちょうどなんか病んでたみたい。え、本当そうだったの？まあ、ちょっとやっぱ、あ、そういうことあるじゃないですか。わかります？あるあるある。本当にそれでさ、ちょっと情緒がみたいな。あ、はいはいはい、わかるわかるわかる、絶対ある。うん、それだったんですよあ、じゃあそうだわ、うん、じゃあそうだわ。そういう時の夜ってやばいよね。そう、だからその時、あれみたいな、もしかしてでいらんとこまで考えちゃうね。わかる。そう、いらんとこまで考えちゃうんですよね。そういう日の夜やばい。そう、特にね。そう、大変なんですよね。わかるわ。本当にめんどくさいなと思う自分。うん、やばい、本当に。大丈夫？こんばんは。こんばんは。え、こんばんはのはってはですか？うん、は。こんにちはは？は。え、こんにちはもは？うん。どっちもは？は。え、はやだ。あ、よかった。はだった。よかった。はやだ。たまにわーってやっちゃう。マジの字をさ、地に点々するのやだ。それはやらないわあるくらい、それやだ。ないけど、マジ。こんばんわーはこんばんはだよ。こんばんは。どっちもはか。こんばんは。でもこんばんわーはわにしちゃう。まあ、でもこんばんはって言うことあんまないですけどね。んん、うん、ない。こんばんはって言うことないけど。日本語って難しいよね、マジで思う。そう、それマジの字めっちゃ嫌マジ地に点々、その字めっちゃ嫌。まあでも小学校の時はやってたけどね。え、かわいい。え、やるかな。ギャル文字流行ってたやん。やらなかったです。書き方は、うん、書き方はそのなんか、うん、あったじゃないですか。あるあるある。それをギャル文字みたいなのに、うん、なんか寄せてたけど、うん、普通に、うん、まあ、し、点々そこは点々だった。まあ字や、字はやらんかった。そう、ギャル、マジギャルになりたかった小学校の時。だってまずカラーパンツしか履いたかったよ小学校マジでビビッとな。でも漫画とかもさ、ギャルなんとかみたいな流行りましたよね。ギャルなんとか、え、チャオとか見てた。チャオブロックしか見てない。チャオとかでもブロックしか、うん、すごい内容忘れちゃったけど、うん、題名とか、うん、ギャルなんとかみたいな、うんうんうん、でもほんとギャルがいてみたいな、うんうん、その子が主人公みたいな。あ、え、ずっともみたいなやつ。ずっともとかじゃない。何、ギャル名前忘れちゃったんだよ。え、何何、気になるじゃん。ちょっと後でギャル文字のやつ気がする。いや、マジでギャル文字、なんかさ、ギャル文字のさ、下敷き、下敷きメモ帳みたいなのがあった。なんかそれに沿ってマジで練習した文字。あ、かわいい。でもさ、習字習ってたの、うん、マジこんがらがった。確かにこんがらがる。硬筆もやってて、毛筆もやって、で、ギャル文字も習ってたから、勝手に。やばい、このかわいい、やばい、な、懐かしい、この可愛い、めっちゃ懐かしい、めっちゃ懐かしい。漫画とかの付録、月刊、ま、少女漫画とかの付録、そういうの多かったですよ。多かった。書き換えて講座とか、うん、思う、マジギャルの、ギャルの、その変換とかもやばかった、めっちゃ使ってた。本当に夏い、夏い、めちゃくちゃ懐かしい。この可愛い、めっちゃ夏いで。え、そういう、何、その書き方、うん、語尾のわらわらは解決した。いや、本当にこれね、梨紗子さんとずっと話したんですけど、梨紗子さんすっごい仲良くて、この間、うん、あのランチをしてたんだけど、うん、なんか普通に話してて、なんか語尾に、うん、わらを2個つけるのってどう思うみたいな話をずっとしてて、1個でよくねみたいな話をしたんだって、うん、そう、それで、なんで2個つけるんだろう、2個つける人って何、もう全然面白くないよねみたいな話をずっとしたんで、うん、これから2個はつけないでください。はい、面白くない人です。はい、面白くない人です。ちょっとこれはリサムさんのあの何、理論、理論、うん、でも、もあの確かにわらわらは共通しちゃって、共通しちゃって、共感してるってことじゃないですか。2個である必要はないっすよねと言った。もう1個でいいっすよねみたいな、面白さ2倍なのかなみたいなね。え、ちょうど昨日の前の LINE にさ、わらわらってきたからさ、待って、わらわらっていつもつけてる。え、嘘、いつもわらわらですよ。なんとかわら、わらわらとかもあります。え、だからその分で、うん、菅原がたまにやるのは、うん、まあ、わらわらもつけるんですけど、うん、一文打ってわらの時もあるし、うん、一文打ってから、うん、送ってからわらわらの時もあるんですよ。ひらがなのわらわらはまだ許せんの。え、逆にすがらそっちの方がイラってくるんですけど。おもろいや、それはでもふざけてる時にしか使わない、うん、でもたまにすがら本当に、うん、
めっちゃ一人でやつ人に、うん、なんとかなんとか泣く泣きスタンプを送りたいのに普通にひらがな泣くって送っちゃう。確かに泣くはあるよな。あるわな。マジでおもろい。でも今ゆずだからそのりさくさんのストーリーを見てから、うん、あもうゆずさんには絶対に送らんとか。いや別にえずゆきは別に気にせんけど。もうゆずさんには面白くない人って思われてるから。気にせんけどね別に。それがどうであれその人が面白かったら別にいいやつ。別にゆずきのさ理論をさぶなんて押し付けることはないから別に、うん、何でもいいけど。でわらわらってと思った。今面白いなって思っててほしいから。やめとこ。わら。その時に、ね、使うのはね爆笑って送る。爆笑の方がちょっと違う。そんな笑ってねえんだろ。爆笑。でもこれはマジで親しい友達にしか使ってない。なんて地元とかの送られてきたから地元なんかそのノリが通じる人しか使う。本当にえでもなんか、うん、前まではなんか WW みたいな、うん、あ無理好き前までそれだったんですよ、うん、でも WW って来た時はあ WW で返した方がいいのかなって思って。あなるほど。でもさめちゃくちゃ WW 使いたいほど面白い時あるじゃんか、うん、その時めっちゃ悔しいのだから爆笑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 って絶対にまだ使いたくないの W を。そしたらもう爆笑爆笑爆笑っていうかもう LINE でめっちゃ笑った声送る。嫌だそれ一番嫌だ。やばいって言って送るダチにはね。本当にカッコつきのわら。あかっ、いやでもゆずきねカッコわらの方がね好きなんだよね。まだまだまだいい。カッコまずカッコわらをめんどくさ、うん、それをつけるのがえだわらって出てこん。でもどっちもあるわゆずき。もうわらって使いすぎてるから、うん、もう出てくるんですけど過去が出てこないです。ゆずきなんかあれで何使う場所によって変えるわ。確かに本当に。でも WW で返す時もありますよ、うん、その人によって。あなるほどね。 WW はうん使わん。昔はめっちゃ使ってたけどね。カッコワラ使う。そう昔使ってたけど今使わない。めっちゃ使ってた。カッコワラはもう使わなくなっちゃったな。カッコワラね懐かしい。クサ WW。 でもなんかクサって言われるとなんかちょっと寂しい。クサって何ってなるよね。ちょっとなんか苦笑いなのかなとか思っちゃう。なるほどね。え、わら、わら、わらの1個苦手なんだけど3つぐらいつけてほしくないだったら。どっちのわら？え、あ、W。 あ、W な。 W の1個って嫌じゃない？わかる。2個は絶対好き。2、3個欲しいよね。使うなら2個。だよね。まず小文字の2個で1個みたいなとこありません？うん。友達さ、大文字の W さ私さ、思ったの。新しい。この人絶対に大文字の W なんだよなっていう人がいて。なんでなんで。え、わかんない。何そこに何ポリシーあんのかみたいな。聞いてるからなんで大文字の W なのって、うん、本当に思う。マジでおもろ。なんで大文字やねんってなる。なんで大文字。うん。そうして1個じゃなくて2個ぐらいにしといてよろしくね。そう2個で1個だと思ってる。おもろね。 WWW。でもどうする。これからもゆずさんのさ返信とか全部さ、うん、草とかじゃなくてさ、うん、もうでかい大文字の W にしたら本当にやれてたよ。逆におもろいですよね。おもろいよ。おもろいおもろいおもろい。逆におもろいよな。じゃあ別にゆずきが使うのが嫌ってことであって、あ別に大丈夫ですよ。皆さんにいいよってことですよね。そう別にいいんだよ。あるよね。自分はいいけど使いたくないだけだから。人はダメとか。そうでミックスすな。大文字小文字ミックスすな。人はいいけど、うん、自分は嫌だみたいな。あそれあるマジで。本当に大丈夫で、そのみんな気にしないで。気にしないでください。マそんななんかマジで忠実とか大丈夫。ここはなんか生理的に無理とかそういうわけじゃないですもんね。別にマジで本当設定するぐらい無理とかそういうわけじゃないない。自分が使うのが無理ってだけ。そうですよね。そうそうそう。ゆずきは使わないよって話。うん、じゃあそれをこれからめっちゃ使おう。泣きそう。ミックスすな。本当にバランみたいだね。ミックスするとえ、わかる？ん？ミックスだとバランみたいじゃない？バラ？バラン、あのさ、お弁当とかになってる草。あ、みたいじゃない？それも今思ってます。じゃない？感じ。その名前バランって言うんですね。バラン、バランって言うよな。見た。何これ、これ新しい。新しいの出すな、本当に。すごい、あれみたい。こうやつ数学の時に使うさ、これなんだっけ、これこれなんだっけ、ルートに見て、なんかルートが合体してる。わらたはてな www。 まあめっちゃ面白いんだろうなって感じ。面白いんだろうなって思う。わらたっていう時あるわ。わらた、わらたは
でもめっちゃ申し訳ないけど、うん、ひらがなでワロタ。カタカナじゃない、ワロタ、ワロチ。確かにワロチ。もうあんまりもう ルートつかない。ルートじゃないんだ、何だったんだろうね。ルートみたいなやつだよね。習ったことないの、それ。習ってない、習ってない。何ラインチェック、ラインチェックって何、この何四個一みたいなやつ、何四個一ダブルの四個一みたいな、何これ。草原だよこれ、草原。そういうもの、本当に分からん、全然分からん。なんかネット用語分からん。何、可愛いこの絵文字、可愛いねこれ、うん、草草草草って感じだ。へえ、あはははは、めっちゃなんかネットするんけんが、何これ、やばくない、しおり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 じゃん、しおりしおり。へえ、難しい難しい、おもろいて、おもろいっすね。難しい難しい、何これ、めっちゃおもろいやん、みんな。どうした、俺も初めて見るのね、難しいよね。分からん、なんか分からんものばっか分かってるけど大丈夫。横向きミスな、何も分からんのだけど、ここ V でわらを作るな。あ、これすごいね、おしゃれ。どれ、これおしゃれじゃない、元気だ。引き体がめっちゃ面白い。引き体なんだこれ、分からん、引き体みたいな。やばくない、え、ゆきもね、落ち着かない、やばくない。 W のハタゴンは草だよ。あ、草なの、ハタゴン草、うん、WW ハタゴン WW で、おもろっ。ハタゴンさん、プププってくる、プププププ、おもろい、プププ、おもろい、わらわらわら。 LOL ってネスラ、ネスラだよな、多分。どういう意味ですか、ネットスラング、なんだか面白いねって。ラフ、なんだっけ、ラフなんとかなんとかなんとか、オブ、何、なんだっけとかだよね、 LOL ってね、知ってるよ。大変そうだからわらでいいよ。それは大変そうだからわらでいい、もうわらでいいよね、うん、結果わら、うん、わらでいいよ、みんな おのおのにしよう、うん、みんな好きなようにしましょう。おのおのわらにしよう。私はこれからもひらがな、ひらがなって感じでわらを送り続けづらいなって、うん、そうしよう、それぞれでいいと思う。ああ、基本あるしか使わない。それでいいと思うよ。そうで。ラフアウト。ラフアウトラウド。ちょっとあんま分からんかったから。なるほどね。いいか。ワールドトーク。あ、ネタ。つつつじゃ。そうだよね。アメリカだと LOL。結構アハ、AH、HHH みたいな。AH、AH。うるさいな。ね、アメリカではね。ああ。滑舌良くなったね、だって。本当ですか、うん。確かに慣れてきたのかな。うん、でも話し方マスクだからなってるけど、多分口元すごい変だと思う。なんか。確かに。うん。例えばゴゴゴゴゴゴらしいよ。永遠にこの話で。えぐない。今日さ、3月の目標決めるっていうさ、トークテーマだったよね。いや、本当はさ、やりたいことあったのにさ。そうなんだよね。無意識にやっちゃった、ごめん。無意識な色。うん。本当にごめん。そういう時もありますよね。うん。そういう時もある、しかない。仕方ない。うん。で、今日は3月の目標を決めます。はい。でもすがらこの前公園で決めたんだけど忘れちゃった。痩せるやつ？あ、痩せるのと、うん、まあ、それはまあコンサートまでに、まあ、ちょっと痩せれたらいいなっていうのと、うん、分かる。もう一個は、あ、2人の応援をすること。2人？ほののとゆうかたんと一緒に出たんです。ああ、MC だったね。そう、お弁当の時のやつ？お弁当の配りの MC？ あ、そうめっちゃ見たね。お弁当の配りの時に、うん、私の目標はみたいな、うん、2人を応援することです。応援隊だったね。そう、もう思い浮かばんくて、うん、2人を応援することが目標ですみたいな。なるほどね、いいじゃんって言ってたから応援しよう。3月決めるわ、何がいいかな。3月の目標は、うーん、無駄遣いしない。はい、それ大事。無駄遣い。本当にそれ、毎日なんか買ってる、絶対。わかる。食べ物とかね、特に食べ物、飲み物。わかる。する。無駄遣いしない。しない。が私のじゃあ今月の目標にしたいかなって、
思いますね。はい、ゆずさんは、無駄遣いしない。よし、決めた。うちらの目標は無駄遣いしない。本当に、でも分かんない、何を持って無駄遣いなのかなって思っちゃうんだよね。分かんない、食べ物、圧倒的に食べ物を買う量が多い。うん、分かる。飲み物、ちかさんとかに言われるの、うん、やさ、ご飯のさ、なんか無駄遣い多いみたいな、うん、それやめたらめっちゃさ、いろいろ買えるのにさ、みたいな。でも何を、何に自分が一番お金をさ使いたいかだよね。まあ、本当は使いたいのは、うん、物とかに使いたいけど、うん、まあ、でもトータル見たら結果食なんですよね。でももう多分買っても食なんだよな、すがな結果。でもそれは思うんだよね。体調崩さない、間違いない、体調崩さない、頑張ります。頑張りましょう。はい、思います。なんかお菓子を買うっていうよりも普通にご飯買っちゃう。うん、確かに、なんかそ、まあ、確かにね、そっちが多いね。そう、ウイキも絶対これ買ったけど絶対食べきる自信ないもん。そういうの多いの、家に食べかけのお菓子ばっかり。あ、そうだ、菅原もお菓子食べようと思ったのに、これ食べかけのお菓子ばっかり、むっちり、むっちり、これ食べようと思ってんのに忘れてた。食べよう。そう、でもウイキの今年の目標が自己投資だから。いいじゃん。そう、でも菅原も自己投資で、うん、もうめちゃくちゃもう髪も綺麗にするし、うん、歯並びも綺麗にするし、いいじゃん、痩せたいし、うん、あ、そう、ゆずきも、でもめっちゃこの1年かけて超可愛くなる予定なんです。お、いいじゃん、いいじゃん、いいじゃん。でもこれ食べたくて買ったけどね、マジ歯痛すぎて何も食べれなくてかわいそう、つら買ったのに。ゆずきももうちょっと体幹を鍛える本当に力を入れようと思います。2月は筋トレにハマったので、もう終わってほしい、まあ、後半なんですけど、2月の後半。でもゆずさんが筋トレしてるっていうか、菅も筋トレ始めたの、ちゃんと。大事大事、1年かけて可愛くなるから、自分のためにね、全部これ。そう、大事だよ。そう、だからグミ入りたくなるからね、買った意味ってなった、うん、買った意味。でもこれいつまで賞味期限、開けてるからな。そう、8月まで、まあ、それは冷蔵庫、冷蔵庫1ヶ月は食えるでしょ。冷蔵庫入れとけば何でもいい、冷蔵庫入れとけば時止まるから。時を戻そう、止めようだっけ、なんだっけ、時を戻そうだね。合ってました。うん、デン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 デリン、そう、グミキャンディーだから舐めればいいんだけど、うん、これを舐めるためにいちいちマウスピースを外すのか。そうだよね、なんでこれが無駄遣いになっちゃうんだよ。無駄遣いだね、これ一無駄遣いだ。だから3月は寝るわ。うん、無駄遣い。大事大事。大事。大事大事。おたかつできる体力。ああ、体力ね。体力必要だよ。体力マジでない、わかる。めっちゃ減ったと思う、自分も。え、すがら増えたと思う。本当？うん。それは良かった。それは良かった。本当体力なくなった。中学が無敵すぎたから。まあそれはね、そう、それに比べるとマジで体力ないなと。比べたらダメだよ、若い時の体力って嘘だもん、うん、え、嘘だったの、ね、若さで補いって、なんていうの、本来の体力じゃなくない、わかります。ゆずき本来の体力無限だと思ってる。そう、だから今の方が絶対ある。いや、なんかあの時って若さで何でも、今は意地でやってる体力、意地、昔は 若さ、今は意地、意地、本当に思う。マジで中学生って無敵だった、まあ、女子の頂点って中学だから、わかる。男子で高校大学とかじゃない、確かに高校じゃないですか、高校か、やっぱりだよね。だ、中学ってなんか強制的じゃない、うん、あんまり帰宅部いなかったでしょ。中学はね、運動したいとしか思わなかったからな、菅原も。いや、絶対運動部よかった。デンデレンデンデレン、中学が一番マジで無敵、本当に無敵だった。無敵バンバンバン、本当に思う。あなたたちおいくつですかって、まあ20代前半20代前半、みんな部活やって女子早いね、そうなんだよね。でさ、あと前なんか絶対にさ、毎日さ、うん、